YouTube 吹き替えるチャンネルへようこそ。はい、こんにちは。今日もこの動画をご覧いただきましてありがとうございます。 MC を務めます水尾中紀子です。はい、今日はですね、特別スペシャル版といたしまして、深見理香さんスペシャル、ということで、ルームメイトを中心にですね、5月に放送される深見さんがご出演された作品について語っていただいた特集でございます。ということで、いつもの謎のミスター吹き替えるさん、どうぞ。あ、ミスター吹き替えるケロケロ。はい、ケロ。今日も、またゲストで深見さん来ていただいて、はい、嬉しいケロよ。はい、いろいろ聞いちゃってくださいね。やばい話も聞けるような気がするけどよ。やばい話？はい、楽しみにしております。はい、ということで早速作品のご紹介です。今日はルームメイト日曜洋画劇場版まいりますよ。はい、近々の放送は2021年5月22日土曜日夜7時15分からBS スターチャンネルにて放送されます。詳しくは BS スターチャンネルさんのホームページご覧ください。ということで、出演声優いきまいります。ブリジット・フォンダ演じるアリ役を深見理香さん、そしてジェニファー・ジェイソン・リー演じるヘディ役を岡本真也さん、はい、そしてアリの恋人サム役を宮本満さん、エバラ・マサシさん、中野豊さん、そしてその他たくさん皆さんね、ベテランの方がご出演されてます。ということで、じゃあ中心になるルームメイトの解説をミスター吹き替えるさんお願いします。ちゃんとお金を払わないとウイルス仕掛けられるけどよ。ああ、そんなスケベ親父だったのね、吹き替えるさん。はい、すいません。本編見たらわかるけどよ。はい、もうネタバレバンバンでもありますよ。はい。じゃあ、解説の方させていただくけど。この作品は、タイトルが示すように、ルームメイトなんですけど、はい、中身がサスペンスになってまして、はい、まあ、ルームシェアをして、2人の女性が一緒に住むんですが、うん、はい、まあ、そこから事件が発展すると。ほう、ちょっとなんていうんでしょうね、サイコスリラーというか、サイコサスペンスというか、なんかじわ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 来るというですね。はい。だから導入部っていうのは、まあ割と普通に日常的な部分から入ってくるんですけど、うん、はい、だん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 、そのまあ一緒に住むことになったルームメイトが異常性を発揮してきて、はい、うん、まあ、大変な事件に発展するっていうのを、はい、割と説得力ある描き方知ってるんですね。だから地味な映画かなと思ってるんですけど、うん、もうクライマックスの最後の、はい、30分怒涛の展開で、こうなってこうなってああなるのかみたいな、バンバン人は死ぬわみたいな。ねえ、あんなに殺されちゃっていいんでしょうかみたいな。ほぼホラーにか、ホラー映画になっちゃうんですよ、これ。ねえ、本当に。だこの、はい、その平地から、うん、だんだん坂登ってたら急勾配になって最後落下しちゃうみたいな展開は、はい、なかなか当時どもショッキングじゃなかったなと思います。はい、で、まあこれ聞きどころですが、はい、はい、これはまあ主演、ブリジット・フォンダの声を、はい、深見理香さんがやってらっしゃいます。はい、で、同じくルームシェアして住むジェニファー・ジェイソン・リー、はい、こちらを岡本麻也さんがやってるんですけど、まあ二人を中心に当然、物語が進むので、やはりこのお二人の声の出演されてる方の演技合戦、声の演技合戦っていう部分が、うん、非常に迫力があるんですね。特に、岡本麻也さんの演じるジェニファー・ジェイソンに後半どんどん壊れていくんで、これは岡本さん自身、ご自身も大熱演をされていると。で、それを受けて、深見さんの方も、うん、その、恐怖演技を、見せると、はい、いうところで、この2人のまあ絡みとか掛け合いっていうのを楽しんでいただければなと、うん、はい、なかなかの迫力ですね。はい、ね、そう、2人がね、まあ、ネタバレですけど同じような姿になっていたところ
なんかは、あの見た目が分からないですよね、2人ちょっと似てて、はい、似ててっていうか似させてるんですけど。まあそっくりになるんですかね。はい。その時にやっぱり声で違いが分かるので、とっても吹き替え版はいいなと思いました。はい、そうですね。このやっぱりこのお二人の配役、はい、声質の差っていうのを意識した配役っていうのも、うんうん、あのこの作品にとってはそれ重要なポイントになるかなと思います。はい。はい。はい、ありがとうございます。はい、そして、今日はまたすごいゲストがいらしてるケロ。今日のスペシャルゲスト、深見理香さん、どうぞ。こんにちは。こんにちは、ケロ。どうも。はい、ミスター吹き替えさんがケロケロという。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。また出てくださってありがとうございます、ケロ。あ、いえ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はお忙しいところ本当にありがとうございます。とんでもないです、はい、前回に引き続いて2回目ということで、はい、はい、もっと今日はもっと深く深くいろいろ深見さんだけにお聞きしたいと思います。あなたが伸びた。はい、ということでじゃあミスター吹き替えるさんから質問どうぞお願いします。はい、あの今回は、はい、深見さんが主演を務めたルームメイト、はい、一応これがメイントピックになります。はい、でいきなりなんですけどはい、この作品覚えてらっしゃいます？収録もちろんもちろん、はい、すごく覚えてます。でやっぱりこれも人気なのかすごく何回もリピートされてますよね、いろんなところで。はい、はい、うん、なのでそのたんびにまあ録画勝手に録画されてるので。で、ああ、またやってたと思って、改めて見たりとか、はい。うん、割と目にする機会も多いので、めちゃくちゃ覚えてます。スタジオの感じとかも、覚えてます。岡本真也ちゃんと一緒に、ね、はい、うん。がっつりお芝居できたのがすごく楽しかった。そうですね。あります。はい。うん、これは日曜洋劇場用に収録された作品ですけど、はい、はい、でちょっと共演者の方々がまあ素晴らしい方々ばっかして、そうですね、もう今となっては本当に皆さん大御所でになってしまう、もうかなり前ですもんね。96年ですね。当時はでもまだ、はい、私も岡本麻也ちゃんも宮本くんも割とフレッシュなキャストだったんですよ。はい。はい、はい、うん、そうね、で。それがだから今となっては結構ね、もうみんなあちこちで活躍されてるので、はい、うん、1996年ですね、収録。あ、もしかしたら95年かもしれないですけど、2月11日、うん、96年の2月11日に放送です。確かにとっても可愛らしい声で。やられてます、ね。まあ、はい、これね、いくつぐらいの設定なんですかね。20代、まだ結婚間近に控えた。そうですね。ね。からまあ20代後半ぐらいの設定だと思うんですけど。そう、ね、うんうんうん、そう、これなんだろう、すごい心理的なこうに追い詰めていくミステリーっていうか。割とそのじわりじわりっていう感じでしたよね。うん、何の変哲もないような始まりして、だん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 変なのが起こってきて、そうなんですよ ね、クライマックスはもう爆発するみたいな感じでしたけど、怖っと思って。この怖いのがまやちゃんが合ってんだよね。はい、もうめちゃくちゃね、可愛くてさ、最初は特にね、はい、可愛い設定で、うんうん、でもお芝居できる人だから後半怖くなるところとかも、うん、なんだろう、作ってない怖さっていうか作ってないそのままいや、うん、なんだろうな、ナチュラルに本当に怖いみたいなところが、もちろんお芝居なんだけれども、その表現が、はい、うん、素晴らしかったよなと相手役ながら思ってましたね。結構熱演されてる感じでしたね。だからなんだろうな、まやちゃんとの
関係性がどんどん変わっていく様子と、あと宮本くん、はい、その彼氏との関係性、はい、そのなんか、なかなか男は役に立たない、ね、的な、うん、部分がやっぱりすごく印象に残っているので、なんか他の、エピソードが、こうなんかあまりこう入ってこないぐらい強烈で、そのやってる方としてはね、うん、はい、お話としてこうただ視聴者として見てる分にはこう全部入ってくるんだけど、そのやってた当初、うん、なんかでも終わった後すごい脱力感でみんなで飲みに行ったような記憶はありますね。これなんかあの深見さんがはい、ブリット・フォンダの役ですけど、はい、これをまあ演じる上で、なんか当時の、まあ、ご記憶で構わないんですけど、はい、こういうとこ気をつけようとか、こういう役作りしようとかっていうのはありましたか？特になんかすごくねやりやすいんですよね、この女優さん、はい、うん、で何度か別の作品でもやったこと、はいはい、アサシンとかはいやってらっしゃいます、はい、やってて、なんかすごくやりやすい、なんだろうな、そのこ気持ちの流れが割と似てるんですかね、はい、うん、なんかですごく細かいお芝居をするんですけど、はい、そういうとこがすごく共感できて、私はとてもやりやすい女優さんなんですよね、うん、でこの女優さんはサラブレッドじゃないですか、はい、ね、ホンダ一家のホンダ一家ですから、はい、そうですね、はい、ヘンリー・フォンダ、ピーター・フォンダ、ジェーン・フォンダ、そうですね、はい、ですごく品があるんですよね、はい、何をやらせても、うん、何をやるにもすごくナチュラルなので、はい、こう変に出すぎない、うん、だからそのセリフの言い回しとかじゃなく気持ちの揺れとか動きとかが声になるようにはやってましたけど、あとはそのまやちゃんの役とのコントラストですよね、はい、うん、もともとまやちゃんがね声のトーンとかすごく特徴がある、はい、その可愛らしいっていう意味で特徴のある人なので、私は逆にその特徴を削ぎ落としてというか、うんうん、ちょっとねこの作品自体ネタバレになっちゃうんですけど、はい、要はブリジット・フォンダと、うん、そのルームメイトの、はい、ジェニファー・ジェイソン・リーが入れ替わるっていうか、その化けちゃってっていうか、そうです、ね、そっくりになっちゃって、ね、入れ替わったりとかする、彼女が、まあ、ブリジット・フォンダのことが好きすぎて、はいはい、こうどんどん真似していくんですけどね、はい、で最終的にはもうそっくりになって、はい、彼氏も間違えちゃうみたいなね、そうですね、そういうシーンがあの時分かんなかったです、二人こういると、いや結構似ててよくこういう配役ができたなって思って、どちらもこれ結構有名な女優で、特にジェニファー・ジェイソン・リーはあの娘さんなんですよ、サンダース軍曹のビッグモロー、そうですね。ジェニファー・フォンダとジェニファー・ジェイソン・リー。でも、なんか、うん、ね、黒髪と金髪とか、はい、ね、割とその、ちょっとエキゾチックな感じと、本当に、白人って感じの二人が、はい、そこまでこう似せるっていうのが、すごいなと思いましたけどね、うん。髪型同じになったら、本当似てましたよね。うん、ちょっと一瞬で。似てましたね、これ。これびっくりしましたけど。だからお二人の声で、ああ、リカさんだ、ああ、マヤさんだ、あ、そうですね、感じ、はい。声がもし近い方だったら分かんないですね。そう、分かんなくなっちゃう恐れもあります。だからすごく よかったです、お二人の声だったから。ね、だからこれ、配役もそういう意味だと、うん、声の配役もね、うまかったんじゃないかなと思います。うん、そうかもしれないです、なんか、うん、はい。似てる人っているんでね。うん、確かに確かに、私は田中あっちゃんと
間違われるんですよく。ああ。だけど低めなところ。あの、うん、私とあっちゃんがあのキャラが全く違うので普段ね。はい、だから誰も気づかないんですよ。誰も気づかなくて結構レギュラーで一緒になることが多くて。マイク前で喋ってみるとあれってなるみたいなのね。あ、親似てるってなっちゃって、で、あの、まあ、だから最初の頃ね特に、うんうん、当時、はい、あの私の方があのデビューが先だったこともあるのかわからないんですけど、うんうん、あっちゃんがキャラを変える羽目になり、うん、そうなんですね。でフレンズなんかもろにそうですよね。そうですね。あだから最初あ似てるってなっちゃって、それでフィービーが割とああいうすっとんきょうな、ん、キャラに持っていくようになっちゃったんですよ。まあでもそれがかえってね、あの結果的にはすごく良かったっていうふうにはなってますけど、うんはいはい、そう割とだから声のトーンとしてはどうやら似てるんですよね、うん、キャラが全く違うんだけど、うんうんうん、でもこの作品であのリカさんがこう追い詰められていくっていうのはなんかあんまり見ない、うん、リカさんなんかねやっぱり強いキャラが多いのでなんか追い詰められていく、最初は反対の方がいいんじゃないかなって一瞬思ったんですけど、じゃあ違うわ最後のあの、うんね、戦いぶりっと、うんうん、いやでもこのなんか心理合戦みたいなのって、はい、見応えあると思いますよ本当に、うん、はい、うん、すごくいいドラマっていうか、うん、ね、地味な展開っぽいですけど、クライマックスは結構怒涛の展開で、そうですね、でやっぱりその女優さんたちがしっかりお芝居を見せてくれるので、はい、その地味な展開って感じさせないですよね、うんうん、はい、うん、あの静かなストーリーがね、流れがちょっと静かな感じはあるんですけど、そう最初の方がそうだからそれが、うん、あのイコール退屈とかにならずに、はい、うん、なんかこうじっくり見せられるっていう、そうですね、はい、うん、そうだ、向こうの役者さんたちも本当にあのね、あの周りのその旦那さん役、彼氏役とかも有名な俳優さんですし、はい、はい、うん、役者さんとかこういうのやりたいよねきっと、ハリウッドの女優さんたちもね。やっぱり、ね、演技で見せていかなきゃいけないんで、逆に やりがいとかが当然あると思うん で、うん、ね、今でもね日本でもね、うん、シェアハウスって増えてきたから、そうですね、このルームメイトをやった時代ってあんまりなかったよね日本では、うん、うん、シェアハウス的なものとか、ま、あの友達同士でね、もともと最初から知ってる者同士で住むっていうのはあったけど、うん、はい、うん、知らない人同士で住むっていうのはなかったから、今の方が割とこの恐怖がちょっと身に染みるかもしれないですね、うんうん、共感できますよね、もしかすると、うんうん、ね、さっきおっしゃってたように自分にもあるかなっていう、だから当時なんかは、うん、はい、知らない人と住むからいけないんだよって思ってたんですけどそんなの怖いじゃんって思ってたんだけど、うん、はい、うん、今割と普通になってるからね、うんうん、ね、15年経ってあの状況が今普通ですもん ね、そうですね、あとおきかえるさんからご質問を、はい、ここからちょっと、はい、まあ、深見さんのこれまでのご経歴も含め、はい、ちょっとお話伺いたいんですけど、はい、伺いたいケロよ、はい、思い出したようにケロよどうぞケロ、はい、この業界に入ったきっかけは どのような経緯だったでしょうか。ああ、あのこれあの他のところでもよく言ってるんですけど、私声優さんになりたいと思ったことがなくて、入る前、はい、で声優になりたいと思ってなったわけではないんですね実は、うん、あの高校の時にまたまたまあの放送部っていうのに入りまして、はい、でうちの学校があの NHK の放送コンテストっていうのがあったんですけど、今でもあるのかな、それで、あの、私が1年生で入った時に12年連続全国大会出場っていう学校なんですね。はあ、で、あの、私も1、2、3年と全国大会出していただいて、
結構あの県体では最優秀賞とかも取らせていただいたりとかして、まあ、それでちょっと勘違いして喋る仕事がしたいなって思って、で当時も発声練習を鬼のようにやったんですよ、その学校で、はい、クラブとして。その基礎が発声と滑舌はそこでもうね基礎がガチガチに固められて、うんうん、であのアナウンサーになりたいと思ったんですよ。はい、喋る仕事イコールアナウンサーしかもう選択肢がなくて分からなく知らないから、うんうん、あのアニメとかも本当私中学1年で全部卒業してるんですよ、うん、アニメも漫画も、はい、うん、まあ、そこから一切見てなくて、なんだろうな、あんまりテレビ見てなかったです。ファッション誌とかに行っちゃって、うんうん、でアナウンサーになりたいなんて思ってたんですけど、まあ、たまたま、まあ、うち貧乏だったのでうちは大学へは行かせられないわよって親に言われてたので、まあ、大学行かないとキー局のアナウンサーにはなかなかなれないっていうことすら知らなかったので、まあ、アナウンサーになりたいからアナウンス学院っていう専門学校に行ったんですよ、はい、でその時に受付のお姉さんがなんか声優科っていうのが新しくできたのよと、うん、でアナウンス科と基礎は同じようなことをやるのよ、声優科の方が楽しいかもしれないわよって言われて田舎から願書出しに行った私はじゃあ声優科でって声優科に願書出しちゃってそっからです。わあ、お姉さんの一言で。そう受付のもしかしたら声優科が新しくできたから生徒をいっぱい入れなきゃいけなかったのかもしれないですよね、はい、お姉さんにノルマがあったのかもしれないんですけどそれでもうじゃあ声優科でってで、まあ、まあ当時あの、はい、学校にアルバイトの募集とかいっぱい来てたんですけど、うん、アナウンス科の方にはいっぱいあったんですよ、はい、あの司会とかナレーションとか。声優科の方は一切そういうバイトはなかったんだけど、私は声優科にいながらアナウンス科のアルバイトを端からオーディションを受けて、で在学時代、まあ発声ができてたのでね、当時高校の、ね、はい、発声練習と滑舌のおかげで、それでナレーションのラジオのナレーションの仕事とか在学時代から結構やってて、あと子ども賞の司会のお姉さんとか、はい、あと某銀座大手デパートの店内アナウンスのアルバイトしたりとか、すごいですね。やってて、で、まあ、あの1年間だったんですけど学校は、で、あの卒業する時のオーディションで、まあ、一番最初に入った同人社プロダクションっていうところの特待生で入れていただいて、はい、すごい。だからまあ学費免除で養成所入って、うん、はい、で養成所の1年目の4月から仕事をさせていただいたんですよ。まあさすが、まあ、そんな感じ で、ね、あの、うん、気づいたらこうなってたっていう。気づいたらもうだから声優になりたいって思って頑張った記憶はあんまりなくて、ただやってみたらね、あの今となってはアナウンサーさんの仕事よりも、まあ、こっちの仕事の方がきっと向いてるんだろうなと。うん、アナウンサーさんってちゃんとしてなきゃいけないじゃないですかちゃんとしてるじゃないですか物事をまとめたりとか回したりとか、ね、あの引き出したりとか、うん、そういうことよりも、もうなんだろう、お芝居をわーってやってやりっぱなしみたいなこの吹き替えの仕事、私すごく向いてるなって今となって思いますけど、うん、あの初めてのその外画とか、まあ、海外ドラマみたいなものは、はい、覚えてらっしゃいます？覚えてますよ。これも在学中なんですよ、アナウンサー学院、はい、在学中に福永さんっていう今もやってらっしゃる、はいはいはい、超ベテランのディレクターさんが、はい、あの先生だったんですよ、はいはい、であのとにかくめちゃくちゃ私あの目立ってやろうと思ってて学校の中でで先生にもまとわりついてたんですね。うんうん、で夜間の学校だったので夜間の週3日っていう学校だったんですけど、はい、だから終わってから必ずこう飲みに行くんですよ。まだ未成年だったんですけど、はい、まあ、もあの今も飲めないんですけどお酒は、あのオレンジジュースで
だから話を聞きたくて私が先生の、はいはい、で、まあ、私が先生を引っ張り回してた感じその頃からその頃からねそう、はい、それでそしたら福永さんが根負けしたのか、うん、お前じゃあスタジオ来るかって言ってくれて行きますって言ってもうなんだろうな怖いもの知らずだよねですごいラブーム2、はい、ラブーム2ラブームの2に、はいはい、まあほとんどガヤ要員で呼んでいただいて、うん、それが初めてのお仕事でした。なるほど、うん、それだからもう学校在学中です。まだ高校出て1年目ですすごいですうわすごいですね。そこでもう役をゲット。実力なんか何にもないから、ただただうるさくてしつこい女がいるから福永さんが根負けしてじゃあ来るかって言って呼んでくれたっていう。あでも福永幹事さんですよね。はい、福永さんね、根負けっていうよりもやっぱりこれだけ真剣に来てるっていうのが伝わったんじゃないですかね。やっぱり前へ前へ出てくるこいつは何なんだってことで、うん、でそれが本当に最初で、うん、その後、うん、初めて主役主演に近い、まあ、主演ですね、うん、やられたのは覚えてます？何か初めて主演をやったのはあれです。主演っていうとまたねえって言われるんだけど、あのジェイソンをやったんじゃないですジェイソンじゃないですよねジェイソンじゃない方ジェイソン喋んないからね最後まで生き残る女の子をやったのが、はい、だからまあその時もだから、まあ、いわゆる台本の一番右に名前がある役をいただいたのが、はいはい、ジェイソンニューヨーク行く、はい、それが一番右にあって、はい、やつで、でゴールデン日曜洋画劇場、はい、ゴールデンで初めて主役をやったのがあれです。ジョディ・フォスターの告発の行方です。はい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 、ジョディ・フォスターも結構やられてますもんね。そうですね、はい、はい、なんだっけ、あのお部屋のやつ、パニックルーム。パニックルームに関しては DVD 版と、はい、あのオンエア版と両方2回やらせていただいた。そうですよね、はい、うん、他のキャストは全部あの違うんですけど、これあの2回やることで演技とか変えるような指示とかそういうのとかって演出家の方からあったりとか、まあ、意図的に変えてみたとかそういうのありますかね？いやいや、それはない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 。もうやっぱり向こうの演技に合わせ てそうですね、はい、まあ、だからディレクションによってね変わる部分があるかもしれないですけど、はいはい、ディレクターさんの意図が違いますからね、はいはい、うん、あれってだから制作会社とあの局とって変わるので、はい、当然全部ディレクターさんから何からスタジオから何から全部変わってくるんですよね。そうですね、翻訳も変わりますもんね。そうですね、翻訳も変わりますね、うん。それでちょっと実は5月が深見さん月間になってまして、はい、あ、本当あの隣のヒットマンとかパニックルームもそうなんですけど、はい、あと近い作品だとランページ、教授大担当、そうですね、はいはいはい、でスターチャンネル最近ですね、はい、これって、うん、あの劇場も吹き替えありましたけど、はい、別撮りでした？それとも一緒にやってました？ランページ？はい、いや一緒に撮りました。一緒にやってました、はい、高木渡くんですよね。そうですそうです、うん、はい、一緒にやりました。劇場版でもディズニー以外は割と一緒にやってましたよ、ずっと。あ、そうですか、うん、全部があの別撮りになったのは比較的最近で、うん、多分あれですよ、あのスピーカー 5.1 チャンネルとかになってからじゃないかな。あ、はい、いっぱい振らなきゃいけないから、はい、そうですね、はい、結局全部別撮りになっちゃうので。そうですね、別にしとかないとね、うん、作業的にそれの方が楽ってなってからじゃないかなと思うんですよね、はい、はい、うん、あとスターチャンネルさんでは、はい、
あのインフェルノとか、おターミナル、はい、大人の喧嘩、あドラゴンブルースリー物語とかですね。結構やってます、やります。すごいですね。今月リカさん月間じゃないですか。月間ですね、まさに。すごい嬉しい。情報吹き替えるさんでいっぱい出してください。もちろんでございます。それを、はい、ね、私にツイートしますので、はい、自分で追い切れないので、ね、いや本当今月は、まあ、いつもですけども、あの96時間先日お話しいただいた、うんはい、あちらも、はい、20日からですね、うん、3本連続、はいはい、あれも本当何度やるかね、はい、何度やってもなんかそれだけ、うん、なんだろう、知っててもハラハラするよね。うん、面白いですもんね。面白い、ね、本当面白い。それで今月の月間の中で先ほど紹介しましたけど、はい、まあ、パニックルームの方はお話しいただきましたけど、はい、他に何か、はい、あの印象残ってる作品があればちょっとお話しいただけると、今ランページとかインフェルノとか、はい、ターミナル、大人の喧嘩、ドラゴンブルースリー物語、隣のヒットマンでありますけど、隣のヒットマンが、うん、あれってマシューペリーが主役じゃないですか。あ、はいはい、あれフレンズで出てる人で、はいはい、で同じく水嶋優さん、そうですね、はい、うん、あの吹き替えをやっていたので、で優さんがやっていて、フレンズで私の、あの、まあ、最終的には旦那さん役になるんですよ、恋人役、うん、はい、優さんと、うんはい、なのでなんかそれちょっと不思議な感じでしたね。うん、うん、フレンズのマシューペリーに優さんが、うん、声を当てている別の作品ってことだった、うん、そこに参加してるので、はい、なんかすごくなんか親戚的な気分でした。でもあれもコメディなのでめちゃくちゃ面白かったですよね、うんはい、うん、ゆうさん、うん、めちゃくちゃ合ってるし、はい、ライト役磯部さんでしたっけ。そうですね、はい、磯部さんもねコメディ大好きなんですよ、あの方、うん2枚目いっぱいやってるけど、はい、コメディが大好きで、あれも結構やりたい放題やってたんじゃないかな。本当面白いですよ、ね。あとね、大人の喧嘩ね、はい。あれはまあ大変だったけど。どんな風に大変だったんですか？だってセリフがいっぱいあるんだもん。あ4人、大人4人が。はい、喧嘩するんですよ、はいはいはい、言葉のだからまあ面白いんですけど、うんまあ、ちょっとあのモンスターペアレント的な部分もあり、うん、あだから共感できない部分も大いにあり、うん、岡弘恵さんと山地さんと山野井さん、そう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 、その4人でがうわーってやるんだよそれは大変かもすごい圧ですねこれ、うんいやまあ、楽しかったけど、その合わせるのが、物理的に合わせるのは結構大変だった、本当に早口だったり、はい、こうみんなで一斉に喋ったり、うわ、うん、でこうなんか気持ち的にもストレートな表現じゃなかったり、うん、はい、うん、するので、お芝居としては楽しかったけど、吹き替えとしては当てるのが大変でした。うん、うん、お疲れ様でございます。それこそ舞台でやりたいよね。あこれ山地さんがまたちょっとね変わった役だったんですよ。普段の2枚目山地さんじゃなくて、あら、うん、それもまた見どころなんですよね。ほうほうほう。ジョディ・フォスターってね、コメディとかやるときにね、うん、当てにくいんですよ、すごい。どうしてですか？なんか、ちょこちょこね、動くんですよ。ちょこちょこ動いて、うん、口とかもね、パクパクするんですよ。当てるのが大変ってことですか？やっぱり口のあれに。当てにくいです、うん。気持ち的な流れはすごくいいんだけど、あの、だから、うん、
シリアスなものはすごくいいんだけど、当てやすいんだけど、うんうん、コメディーになるとね、急にいろいろやり出すんですよね、この人。いや、役者ですね。役者なんですよね。やりたがりなんですよ。うんうんうん、似てるかも。この部分がちょっと当てにくいっちゃ当てにくいので、うんうん、で大人の喧嘩は微妙にコメディーなので、はい、うん、ジャンルがコメディードラマになってますよ。なるほど。微妙じゃなくて本当にコメディになってますね。いや、ほら、わははっていうコメディじゃなくて、ちょっとこう、うん、シニカルな感じとか、うん、ちょっとブラックな感じもあるので、うん、はいはい。ちょっと参加してきちゃいました。はい、また。あ、こんにちは。違うです。今日は白い子です。この間は茶色い子だった。うん、はい、ゆきちゃん、ゆきちゃん。この子がゆきちゃんです。ああ、はい。ゆきちゃん、お久しぶりです。ゆきちゃん、元気ですか？元気だね。元気ですか？カメラ目線にならないの。うん、膝の上からどきません。そこが気持ちいいですね。はい、じゃあ適度にご出演いただいて。はい。はい。で、他に何だっけ、はい、ランページは、はい、もう高木渉くんとのやりとりがめっちゃ楽しかったです、うん、はい、はい、結構共演されます、高木さんと。ま、最近はそうでもないですけど、うん、昔はよく、うん、あの、なんだっけ、 US ゴジラ、あ、そうだった、うん、はい、あれが渉くん曰く割となんかゴールデンで初めてなんか、はいはい、主役みたいなのをそうでしたね、やらせてもらったって言ってて、うん、ちょっと意外でしたけどね、あのマシュー・ブロデリックの役だったと思うんですよ。まあ主役ですけど、うん、US ゴジラで共演したので、なんか渉くんがすごくなんか、うん、はい、あの私との共演が印象にあるっていうのを言ってくださってて、はいはい、うん、リカさん、一番相手役が多い方ってどなたですか、うん、吹き替えで。一番多い山地さんと山寺くんですかね。山寺コンビですか。作品自体が多いからね。もともとやってる作品がね。だから、すべての女優さんが相手役が多いのはこの二人かもしれないですけど。で、うん、多いかな。あと意外とあの、エコーの安原さん。安原さんも多かったかな、うんうん、って感じですかね。はい、うん。山地さんは多いですよね。うん、うん、高木渉くんはパニックルームでも共演はしてます、うん、どっちかで2本あるうちの1本。相手役でやりやすい人とかっていますか？ここはカットかもしれないけど、こう、あの、こう間が合うなとか、まあ、もちろん向こうの演技もあると思うんですけど、いや、皆さんやっぱりね、うん、そこら辺の方たちはちゃんとこう呼吸をこっちをこう受け止めてくれるので、うん、はい、うん、それはそれはやりやすいですよ、どなたでも一緒にやれば、うんうん、で、若い方とかで、ね、たまにご一緒したりすると本当になんかみんな真面目ってさ、特に最初の頃なんてさ、うん、やっぱり自分のとこばっかり一生懸命練習してくるじゃない。で、秒数とかをいっぱい見てやってると、うん、かえってこうやりにくいんですよね。こっちのセリフを聞いてくれてないので、うん、でもそういう時も私はちゃんとその相手役の場合はごめんね、私のセリフもっとちゃんと聞いてって言うんですよ。あ、秒数じゃなくて、うんうんうん、ちゃんと聞いてって言うと、はいってビビりながらもでもちゃんと聞いてくれで、その次にももう見違えるようになるので、うんうん、やっぱり
ね、そのベテランの方たちっていうのも最初からそれが当然のように、うんうん、こちらの想像をはるかに超える形でやってくださるので、うん、それはそれは気持ちよくお芝居させていただきますよね、うん、あ、忘れてた、ケンユーさん、はい、ケンユーさんめちゃくちゃ多いです相手役、うん、なんか事務所にもまたって言われるぐらいまたケンユーさんです相手役って言われるぐらい、うん、下手すと吹き替えももう毎日のようにケンユーさんで、CM が入った時に CM の相手もケンユさんだったこともありました。またってお互いにケンユさんが多い、そう、そうだそうだ、まあ、ケンユさんも本数が多いからね、もちろん、はい、うん、そうですね、まあ、最近だとトーチくんもまあ多いといえば多いですけど、はい、うん、トーチくん、平田くん、あと小山力也くん、はい、うん、まあ、割とだからそういう王道の方たちとやらせていただけるのってありがたいですね。うんうん、塚山さんも若い頃は、塚山さんとか神山圭さんも、はい、本当に私が若い頃はご一緒させていただいて、うん、恐れ多くも相手役もやらせていただいて。うんうん、すごい。すごいですね。うん、富山圭さんと夫婦役やったときはどうしたらいいかと思いましたよ。まだ20代前半ですよ、確か私。その時にひどいのが、ひどい。あのね、乗るかそるかっていうギャンブルの話が、はいはい、ありました。はい、うんうん、で、富山圭さんの私、奥さん役なんですよ。で、当時、ディレクターがみんな一斉にこう集めて作品を 見てリハーサルやった時代なんですね。で、私多分ね、はいはい、その時皆さんと一緒の時間が合わなくて一人で見たんですよ、うん、行って、か、あの東北新社に行って、でその時にディレクターさんが私の様子を見に来たんですよ。で、役を見てあれって言ったのね、はい、要は想像よりも、私まだ20代前半だから想像よりも多分おばさんだったんだと思うんですよ。でも富山圭さんの奥さんなんだからおばさんに決まってんじゃん。そう、ね、うん、で、うん、お前できるかって言われたんですよその時。リハーサルやってんだよ、でも誰も思って、できますって言うしかないじゃん、できますって言って何が難しかったかって、感情的になるシーンはいいんですよ、うんうん、わーって大喧嘩とかするんですけど、そうじゃなくて前半の日常会話のシーン、夫婦の、はいはい、それがね、うん、私としては難しかったですね、うん、だって自分はまだ若いし、うん、年が上の夫婦の会話で、富山圭さんは非常にナチュラルなわけだから、うん、はい、そこと一緒にやるとどうしても自分のあざとさが目立ってしまうので、うーん、そこのナチュラルさを合わせるのは本当に必死でしたね。できるかなんて言われたら反対によっしゃって思いますよね、うん、いやでもね、富山圭さんのナチュラルさをね、ガンって来られたらね、必死ですよ、それはそれは。うん、あとね、私がやった意外な作品で最近再放送して、はい、うん、デジタルで録画できたやつがあったの。ラマン。あ、はい。私はきっとテレビの前で見てました、こうやって。ラマンってあれだから少女なんですよね。そうですね。うん、はい、少女の。あれ、リカさんだったの？あ、うん、おう。当時そんなに私少女とかやってなかったので、うん、なんか大人の、そう、なんか多いですよね。相手は原康義さん、はい、はい、うん、原さん、はい、原さんでしたね。はい。あ、また中野さん、谷育子さん、中野さんどこにでもいる中野さん、どこにでもいる中野さん。はい、成田健さん、藤波京子さん、あ、成健、ね、
はい、いたな。メイケンさん、うんうん、あとジャンヌ・モローのナレーションが谷育子さん。ですね。そう、いやでも本当少女役って あんまりないですよね。うん、ないない、うん。ちょっとじゃあ、お聞きしたいのが、はい、これまで大量に、まあ、まあ、アニメも洋画も海外ドラマも含めて、はい、吹き替えされてますが、はい、特に印象に残ってるものっていうのを、一本じゃなくてもいいです。教えていただければと思います。ああ、海外ドラマは、フレンズが大好きなんですよね。はい。はい、単純にもうファンですね、はい。フレンズは大好きで、また、なんか、新しいの制作するとかしないとかっていうのが、まあ、楽しみではありますけどね。まあ、コメディが演じるのも結構、割と好きなのかもしれないですね。うん。うん、あとは、映画で言ったら、なんだろう、意外と、ちょっとコメディチックなもの、はい、が好きで、ハリウッドミューズとか、あと恋する遺伝子とか、はい、うん、そういうのが意外と印象に残ってますね。対策もいっぱいあるので、そういうのももちろん大好きなんですけど、はい、あとはあれですね、ゼログラビティの、あ、はいはいはい、延々一人ぼっちだった、はい、収録はすごくそうですね。不潔になりませんでしたか？酸欠になりますよ。見てる方は。ねえ。で、何の予備知識もなく、やったんです。最初だって、劇場にかける予定じゃなかったんですよ、吹き替え版。ああ、はい。DVD だけ、はい、で、作品的な予備知識も何にもなく、台本いただいたら、はい、めくれど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 私だけなんですよ。はい、そうですね。はい、なんだこれと思って、うん、でももちろん酸欠になりながらも一人で全員一緒に撮ってるにもかかわらず、はい、6時間ぐらい私一人だったんで、うわ、仕事なんかみんな外でなんかおしゃべりしててそれでそうですね。でただこれは吹き替え版の評判が良かったために劇場にも吹き替え版をかけるってなったんですよ、うん、はい、なのですごく嬉しかったですね、はい、もう酸欠になった甲斐がありました。 大熱演でしたもんねこれね、はい、もうね見てる方が、うん、合うとか合わないとかもどうでもよくなりますよね、うん、すいません。その合わせる、だってずっとさぜいぜい言ってるから、うん、吸ったり吐いたりとかさ、やっぱりこっちの整理で吸ったり吐いたりするじゃないですか、はい、向こうにただ口だけ合わせてても臨場感って伝わらないので、うんうんうん、はい、もうお芝居を重視して、はい、優先順位の一番はもうお芝居にして合わせるのはもうあとは任せたっていう感じで、うん、ミキサーさんにあとは任せた、うん、本当に合わないところは取り直しますしね、ええ、うん、そんな感じでやってたので、まあ、量という意味ではね、うんうん、だからその後どんなに大変なセリフ量が来てもあんまりビビらなくなりますあれがあるからこそ、うん、そう、あ、そういう意味で言ったら、そう、サンドラブロックがいっぱい喋るっていう意味では、そのウルトラアイラブユーっていうサンドラブロックがラジー賞を取った作品なんですけど、はい、これもねめちゃくちゃずっと喋ってたわそういえばサンドラブロックで思い出したけど、ずっとどっちが大変でしたウルトラアイラブユーのが大変だったあ、セリフだけに、セリフの量が半端なくて、早くて、うんうんうん、早口で一人でずっと喋ってるっていう作品だったので、うん、あ、大変だった
ちょっと見てみたくなりました。うん、いや、見て見て、めっちゃ大変だった。それと、これ前にも言ったっけ、障害者の主役の人が車椅子で、で、こう、喋りも、こう健常者のように喋れない状態で、その人の半生を描くっていう話があったんですけど、はい、これはだ健常者でない喋りをしなきゃいけなかったので、これは大変でしたね。物理的に。またこの主役がおしゃべりなんですよ。本当に。リカさんだからこそですよね、きっと、キャスティングも。バージンフライトですか？それだ。バージンフライト。これも大変でした。ただ、この役を私に振っていただいたっていうことがすごく光栄でしたね。うん。相手役が谷口さんだったんですよ。はい、谷口隆さん。そうですね。はい、うん。これもまたなんか再放送とかいっぱいしてほしいな。いい作品だったんだけどな。うん。うん、その主役が初体験をしたことがない。初体験したいっていうので、人を雇うんですよ。うんうん、はい、うん、でそこのなんかこう心温まる笑えるところもいっぱいあって、うんうん、演出はどなただったんですか、覚えてます？覚え、戸田くんかな、戸田誠二郎、違うかな、戸田くんだった気がする。戸田誠二郎くんって当時東北新社にいた、ちょっと一風変わったディレクターなんですけど戸田くんだった気がする。はい、戸田誠二郎さんです ね、そうだよね、はい、うん、今フリーで、あ、うん、吹き替えじゃないディレクターをやってますけどね。ああ、そうですか。他に久保田民江さん、いや、山形さん、でもね、ほとんど2人だけのシーンなので、まあ、だからその谷口さん演じる相手役がその彼女にその初体験以外の体験もいっぱいしてあげて、運動ニューロン病だそうですね。これもじゃあ喋るのもちゃんと発声ができない、うん、滑舌バリバリのリカさんは大変ですよね、反対に、うん、ね、だから座らせてもらって、うん、で、こう、もう肩もこういう感じのまま喋った、大丈夫っていう、こういう喋り方をして、はい、で、だからもう終わってから体バリバリでしたね。わ、うん、お疲れ様でした。そうですね。いや、だから、なんだろうな、それがだから、本当に運動機能としてそうなるわけだから、なんか、変な誇張とかも絶対、うん、できないし、はい、うん、その加減とかも本当難しかったですけど、でもすごくやりがいのある作品でしたね。はい、はい、ありがとうございます。いや、本当にリカさんどうも長い間ありがとうございます。いろんな話ありがとうございました。お聞かせいただきました。ありがとうございます。すごい貴重な話いっぱい聞かせてください。ありがとうございます。貴重な VHS もいっぱいあるよじゃあまた3回目もありかななんてぜひよろしくお願いします。本当に今日ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあまたいろいろ情報ください。はい、はい、ツイッター楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。じゃあね、はい、失礼します。カミリカさん、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。でも本当に貴重なお話たくさんいただきましたね。吹き替えるさん、聞き逃したことありませんか？だいぶカット編集必要かもけろよ。あ、本当ですか？そんなちょっと危ない話もあったけろよ。あ、聞いちゃった聞いちゃったということで、はい、キンキンの放送日もう一度ご紹介させていただきます。はい、ルームメイト日曜洋画劇場バーン参ります。2021年5月22日土曜日夜7時15分からBS スターチャンネルにて放送されます。どうぞお見逃しないように。怖いですからぜひぜひねということで、じわじわ来る、お話でございます。はい、今日もミスター吹き替えるさん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございますけど、はい、
今日もこちらね、最後までご覧いただきましてありがとうございます。もしよかったら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、じゃあまた次回お会いしましょう。バイバイケロー。バイバイケロケロー。